よさまりやくん、えー、切り抜き、えー、ありがとう。えー、まあ、ちょうどカートチコ、見直しますとおっしゃってましたが、見直しがありました。感想などあればお願いします。いいとこ聞くな切り抜くね切り抜きの人なのかなこの人。<laughs> 切り抜きやってんじゃないこの人。切り抜きって書いてるし。あの、見ましたね。久保竹夫さんが良くて、で、523で右以外に使われてたんですけど、以外にも悪くないんですよ。強度高いし。久保よりもスプリント力とかもあるしね。ただ、久保と以外の違いって、あの、守備の、 精度というかバリエーション相手の、まあ、アトリチコも3バックで、まあ、青アトリチコだとして、3バックでやってるときに、まあ、マジョルカは5、2、3、こういうときにさ、あの、意外にだと、普通にプレスかけに行くのよ。この3バックの、持ってるときに行ったりとかして、で、あのー、後ろのマフェオついてくるからみたいな。で、久保がそういうのは、マフェオがここを遅れそうなときは、外切りでくるのよ。で、マフェオがちゃんとこう連動してくるときは、 中の無力が戻れないところが無力が、まあ、ここいるんだったらこっちをボランチ側から聞いったり無力がこう言ってと時はこっちから行ったりとか周りの状況を見てプレスの角度を変えられんだからアトリチコもすげえテンパるんだよねだから外から来てるからテンパるように見えるんだけど実はいろんな種類で後ろの選手の連動によってプレスの角度変えてるからイガインがいる時よりもボールが前進しにくくなってるんだよねだからアトレチコはあのクボが入って たこととによってさマライン間で受けたりとか技術的ないいシーンもあったけど、その前からのプレスの書き方の種類が多いから、後ろからボール進められなくなって、結果、蹴ることになってる。で、その蹴った回収のところからあの PK になったんや。あれ、久保が入ったことによるしっかり効果ですね。分かりにくいけど。で、あのその PK の前のところも、あのババがさ、くさび入れて後ろから削られてたけど、あれね、久保が急いで幅取ってんだよね。だからね、バばが。 中に入れるんだけど、外に張ってる久保の方にへそ向けて、へそで騙して中にくさび入れてるから、あのくさび取って。あ中にしか人いなかったら、もっと中にマーク集中して取ってないから、あれも久保のポジショニングで助けてんだよね。そう、まあ、マフェオの悪いところっていうか、マフェオが、まあ、あのウィングバックがウィングバックに出てくってね、当然あのセンターバックの横のスペースもこう守りながら出てくから、まあ、こっちの方が分かるというか、ここを守りながら、この裏抜けしてくる。 3バックの脇狙ってくる選手を守りながら出てくるから、遅れる時もあるのよ。まあ、こっちからボール動かされる時はさ、4バックみたいにこう、守って、この状況からこう出てくるから。だからこの選手がこっち切りながら守ってあげるか、こっち切りながら行ってあげるか、なんなら行かないで、どっちも見れる状況にするか、みたいな。 だ意外に行かないっていう判断はできるんだけど、行くってなった時にどこ切るかっていうのは、っていうかこれ別に意外が悪いんじゃなくて、久保ができすぎるんだけど、うん、だからあそこまで考えてね、あの、アギーレが入れたとは思えないし、まあ、アギーレ自体もね、久保がなんか練習で良くなかったみたいに言ったから、そう僕が知ってる久保、そういうのを手抜く久保じゃないんですけど、まあ、そう見えたってことは見えたんだろうね、言ってるってことは。で、ね、久保自体強度めちゃくちゃ高かったから、今回。そうだから久保のね、なんかこう、ハイライトじゃわかんないし、映んないところに、 今回、マジョルカの1点を呼び込んだすごさがあったから、どうしても普段、久保、ね、褒めてるから、こういう、なんか全部それにつなげようとして聞こえてる人いるかもしれないけど、本当によかったら見直してみてください。実際にそうだなって、思うだろうし、守備強度が高い。今回の久保見たらそんな言えんよ。シンプルに強度高い。普通にガビみたいな感じ。うまいのにそんなに守備すんのみたいな。でもまあよかったら、普通にそれ言われた上で見てみて、本当にそうなってるから。 あ4四によりも5二三の方が重心は低くなるんだけど後ろで守る守備と前にかける時っていうのをねどっちもまあ使いやすいというか5エリア取りやすいしね5二三とそのまま広がればいいからそういうところで機能してるなと思いますね。 例えばあの日のように。<music>